はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆズいコです。それでは今回なんですけども、JCB カード20%還元キャンペーンクイックペイ決済をして、お得にお買い物をするチャンス。キャッシュにセブン銀行 ATM でチャージで、先着1000ポイントということで、今回はですね、ビザプリペイドカードでおなじみのキャッシュ、そして、クレジットカードの JCB カードでお得なキャンペーンが発表されたので、まあ注意点など踏まえながらですね、解説していこうと思います。それでは行ってみましょう。 ということで、まずはこちらからですね、まずビザプリペイドカードのキャッシュの話題からなんですけども、先着5000名様セブン銀行 ATM チャージでキャッシュカード申し込み1000ポイントプレゼントということで、まさかのここでキャッシュのキャンペーンがやってきました。このキャンペーンなんですけども、2020年の4月の1日から2020年の4月の30日までのキャンペーンとなっております。で、このキャンペーン自体は先着で5000名様に 到達した時点で終了となりますので、これお気をつけください。参加条件なんですけども、セブン銀行 ATM でキャッシュにまず5000をチャージします。そしたら、新しく今度ですね、スタートするキャッシュの新しいカード、キャッシュカードを申し込みます。まあ、発行手数料税込み900円ですね。これを行えば、今回の先着の5000名様にまあ1000ポイントが当たるということになります。これに関しては、順番は問わないということでございましたので、まあ、先にまあキャッシュのカードの申し込み 900円を払った上で、その後にまあセブン銀行 ATM でまあ、キャッシュに5000円をチャージするという方法でもまあ、いいと思うんですけども、まあだけどまあ先にねキャッシュにまあ5000円をチャージしてその後に発行した方が一番分かりやすいのかなと思います。ポイントの付与時期なんですけども、2020年の5月の下旬ということになっております。 で一つ注意点なんですけども、すでに申し込み済みの方はですね、対象外となります。なので僕とかですね、まあ動画でもちょくちょくお伝えはしてたんですけども、すでにもう僕は発行自体はもうスタートしてますので、今回僕自身はキャンペーンの対象外となります。なので今回のキャンペーン期間中に先着で行った順番ということになりますので、まだちょっと作成しようかなというふうに迷ってた方は、これをこのタイミングで作るのもいいかなと思います。 ちなみに僕の今の発行ステータスを見るとこんな感じでございます。キャッシュカードシルバーということで本人確認が完了して郵送カードの発送準備中ですということでしたので、まだまだね、少し時間がかかりそうだなと思います。まあけどね、今が世の中的にこのような状況なので、まあこれに関してはもう正直もう待つしかないなと思いました。 あとですね、公式のキャッシュのですね、ツイッターのアカウントが今回のキャンペーンについてアナウンスをしてたんですけども、まあそこのリプランがですね、なかなかちょっと見事なことになっておりました。まあ結構ね、気持ちはわかるんですけども、まあ正直なところ900円っていう発行手数料を払,う払った上で、このカードを手に入れるということが前提なので、まあ、僕自身はね、結構好,好奇心で、まあもうこのカードが欲しいがちょっと強まったので、まあ、特にその発行手数料がなんだかんだって というのは特にないですね。とりあえず届くのを気ながり待ちたいなと思います。以上がビザプリペイドカードキャッシュについてのキャンペーンについてでした。それでは次ですね。 じゃんということで、クレジットカードの JCB ですね。新規入会限定 JCB カード W、Apple Pay、Google Pay 利用で20%還元キャンペーンということで、今回またですね、僕もちょっとツイッターでつぶやいたんですけども、あの JCB カードのプロパーカードの方ですね。で、キャンペーンがまたスタートしました。で、このキャンペーンなんですけども、期間は2020年の4月の1日から2020年の5月の31日の、まあ、少し短めなキャンペーンの期間となっております。 今年は特徴、今ここに出てる通りなんですが、新規入会限定の方が今回対象となります。で、この,このカードを作成できる方なんですけども、18歳から39歳の方が入会限定となっているカードとなってますので、なのでですね、まあそれ以外の方はちょっと入ることができないのでお気をつけください。ちなみに今ここに出てる JCB カードにあの2種類に関しましては、どちらも年会費が無料となっておりますので、比較的ですね、まあ作りやすいカードの一つなのかなと思います。 そして、今回のこのキャンペーンのキャッシュバックを受けるまでの流れというのがですね、公式ページにありましたので、まあそれも参考にしながらお伝えします。まず最初なんですけども、今回対象のカード2つですね、JCB カード W と JCB カード W プラス L というんですかね、これにまず新規入会をすると、で、その後にこの MyJCB アプリにログインをします。そうすると JCB カード W、JCB カード W プラス L を Apple Pay または Google p ペ y に設定をしてその後にクイックペイでまあお店で支払うことができればここで20%のキャッシュバックを受けることができますちなみにそのクイックペイのマークなんですけども下に出てるようなクイックペイであったりとかクイックペイプラスこのマークがあるところで決済すれば今回のキャンペーン受けることができるということですねなのでですねまあもうレジに行ったらもう僕の得意なビッ p ペイでお願いしますというふうにですねしっかりと伝えるようにしましょう あと、追加の情報なんですけども、今回のキャンペーンですね、まず上限が5000円までとなっておりますので、まあ20%キャッシュバックなんですが、この25000円を実際に使えば上限の5000円に到達するので、ここはお気をつけください。次、キャッシュバックされる日程なんですが、これ結構先なので、これもしっかりとカレンダーとかに入力しておくことをお勧めします。2020年の9月の10日木曜日というふうにもう明確に決まってますので、この日にキャッシュバックがされるということに な,りますなのでまあ夏が過ぎてまあそろそろ忘れた頃に入ってくるかなという感じですかねそしてですねここ重要なのでここ間違えないようにしてください去年の20%キャッシュバックキャンペーンの参加者は対象外となります これですね。まあ記憶に新しい方も結構いるのかなと思うんですが、こちらですね。Apple Pay また Google Pay の利用で最大1万円分戻ってくるキャンペーンで、これ結構参加された方多いのかなと思います。実はですね、まあ僕も参加しまして、このキャンペーンに関しては、クリストカードであったり、プリペイドカード、そして、 デビットカードで実際に参加された方もこれは対象外となります。まあ僕はみずほの JCB デビットで参加をしまして実際にこの JCB のキャッシュバックを受けました。でですね、公式のページにはこんな風にアナウンスがされておりました。JCB でスマホ決済全員に20%キャッシュバックキャンペーンで 1>, 1円以上のキャッシュバックを受けた方は、キャッシュバックを受けたカードのカード発行会社やカードの種類、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードを問わず対象となりませんという風に出ておりましたので、ここはもう間違いないようにしましょう。なので、少しでも参加された方はこのキャンペーン参加できませんのでお気をつけください。で、あともう一つなんですけども、先ほど紹介したカードのこの2種類ですね、JCB カード W と JCB カード W プラス L なんですけども、この2つを すでに持っている方は対象外となります。なので、これ日付で言うと2020年の3月の30。 一日、火曜日時点で持っている方は、このキャンペーン参加することはできませんので、お気をつけください。なので、あくまでもこのキャンペーン期間中ということに限るということですね。そして、このキャンペーンちょっと参加してみようかなという方がいらっしゃれば、この JCB カードを作る際は、もう必ずもうポイントサイト経由をすることがお得になるので、まあ、それはぜひですね、これを通した方がいいのかなと思います。一部、二つですね、例を挙げさせていただくと、今回二つなんですけども、例えばちょくちょくですね、僕動画でも紹介しているこのモッピーなんです 今、この JCB カード W を、このポイントサイトのモッピーを経由して作成したら、今だと4500円分がもらうことができます。そして JCB カード W、JCB カード W プラス L を作るときに、この EC ナビというようなサイトを通せば、今だと6000円分をゲットすることができます。ですが、今僕が動画撮影しているのが2020年4月1日18時時点での情報なので、もしかすると結構このポイントサイトの 価格、金額っていうのがですね、変動することがあるので、もしかすると明日になったら下がってたり上がってたりとかそういったこともあるので、そこはぜひですね、自己責任で取り組んでいただければと思います。まあ、このポイントサイトを経由することの、まあ、メリットなんですけども、もともとそのクレジットカード単体で普通に公式のページから作っても全然 OK なんですが、そうするとクレジットカードだけの恩恵になるので、まあちょっともったいないなと僕的には思ってしまうんですよね。なので、先ほど紹介したモッピーであったり、EC ナビなどのポイントサイトを経由しています。 いけばポイントサイトの恩恵を受けることができたり、まあさっきで言うとまあ4,500円だったりとか6,000円分の恩恵を受けることができ、プラスそして JCB カードの今回の5,000円分のキャッシュバックも受けることができるということになりますので、もしですねまだモッピーですとか EC ナビ登録されてないという方がいらっしゃいましたら下の概要欄にリンク貼っておきますので気になる方はぜひチェックしてみてください。まあそんなこんなで今回はビザプリペイドカードのキャッシュのセブン銀行 ATM でのチャージのキャンペーン、そして JCB カードのキャッシュバックキャンペーンこの二つに。 についいててお伝えをさせていただきましたまあですね、本当まあ先ほどもちょっとお伝えしたんですけども、まあ既にね、キャッシュのカード発行されてる方は、もうあとはもう気長に待つだけということと、まあ JCB カードに関しましては、まあ既にね、もうこのキャンペーン僕自身がすでに参加してしまってるので、今回のこのキャンペーン参加することできないんですけども、今結構スマホ決済の還元のキャンペーンとかも落ち着いてる中なので、まあタイミングとして参入するのもまあ全然ありなのかなと思います。まあ先ほどお伝えしたように、ポイントサイトを登録されてない方がいらっしゃいましたら概要 リンク貼っておきますのでチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 昨日ですね、僕、ツイッター見ていただいてる、僕のツイッター見ていただいてる方であれば、ご存知の方多いと思うんですけども、昨日がですね、まあちょっと寂しかったんですけども、3月31日ラストの PayPay ペイペイチャンスの日でございました。でですね、僕も最後にちょっと PayPay ペイペイチャンスかまそうかなと思って、まあツイッターに呟いたんですけども、ちょっと早めな夕飯、ラスト PayPay ペイペイチャンス、最後は外れが当たりましたが、何度も楽しませてもらったので、大変満足なキャンペーンでしたということで、昨日ですね、ちょっと美味しい夕飯を食べまして、その時に PayPay ペイペイ決済をし したんですけどもまあ残念ながらペーペーチャンス当たらずですね。 ま、ちょっと、ショックだったところはあったんですけども、本当に、ああ、ご飯も美味しかったし、ペイペイチャンス本当楽しませてもらったな、と思いながら、ご飯食べ終わった後に、まあ、ちょっと、食材を買って帰ろうと思って、スーパーに寄ったんですよ。そしたら、まさかのこれなんですよね。じゃんということで、うえ帰りがけにスーパーでペイペイしたら、まさかのということで、なんと、帰りがけの最後の最後、夜の遅い時間になんと、ペイペイチャンスが最後に当たったんですよね。<laughs> 2044円のお買い物して、1102円が戻ってきたということで、まあ、最後の最後に、 ペイペイチャンスが当たったということでもうすごいこの奇跡が起きてですねまあ僕の動画もね結構 PayPay ペペチャンス動画取り上げてたんですけど昨日はねちょっと動画取り上げるタイミングがなかったので Twitter でお伝えをしたんですがまあほんとねやっぱり PayPay ペペってこ,うこんな風にこうに楽しませてくれるのでまあちょっとね還元率下がるとこではあるんですけどもまあキャンペーンなどの時含めてまだまだ PayPay ペペはちょ,っとちょくちょく使っていこうかなと思いますということでありがとうございました